日本代表に招集された FW 浅野拓馬、シュトットガルトがチームを離脱した MF 青山俊博、サンフレッチェ広島について口を開いた。浅野は広島在籍時に青山と共に戦い、明治安田生命 J1 リーグ優勝を達成した。最初は冗談を言っているのかと思ったが、後ほど西野郎監督から正式に離脱が発表されたと語る。一緒にやりたかったです。 ホテル出発の直前で全員が知りました。トレーナーの部屋に行った時に、青くんがいて、その時に、俺もうできないわって、一本のパスも出してあげられなかったけど、お前一人でも頑張ってくれって言葉をかけてくれました。僕も、頑張りますの一言しか言えなくて、なんて声をかければいいかわからなかったです。青山のパスから自分が裏に抜け出して、ゴールを奪う。そんなイメージを、浅野は、 持っていたかもしれない。久しぶりのプレーを楽しみにしていただけに、虚しさもあるが、30日に行われるガーナ戦に向けて気合を入れた。青くんがああやって言ってくれてたってことは、お互いを生かし合うプレイはあったと思います。それを表現できるチャンスがあっただけに、すごく残念です。偉そうなことは言えませんが、青くんの思いも背負って頑張るしかないです。